阪急阪神東方グループ、阪急阪神ホールディングス阪急電鉄、野瀬電鉄野瀬電鉄株式会社は、兵庫県川西市の川西の瀬口駅と、明賢山及び、日清ニュータウンをはじめとする、ニュータウン群とを結ぶ、鉄道会社である。本社は、兵庫県川西市平野一丁目35番2号。社名は、会社が、野瀬明賢山への参拝客輸送を目的として、 設立されたことに由来する。鉄道路線に路線及び工作線を運営し、ケーブルカーを含めた、総営業キロは1 5 4トル阪急電鉄の子会社で、阪急阪神ホールディングスの連結市会社でもある。2000年代前半まで不動産事業を行っていた、ほか、戦前の一時期には、乗り合い自動車事業も行っていた。 現在の車掌は1995年に制定されたもので、デザインは愛、心、層、楽をモチーフに、妙見線、日清線を表し、さらには沿線の人々と沿線地域を表している。乗せ電鉄の直接の前身である、乗せ電気軌道は、乗せ妙見の三景客輸送と沿線で算出される三四路。 サンクロなどの特産物の輸送を目的として1908年5月に設立され、1910年12月には着工届を提出した。しかし経営は混迷を極め、着工と同じ月には発起人の中里清吉が詐欺要領事件により検挙される始末だった。建設工事どころか会社の存続さえ危うくなったのせ電機を立て直したのは、1912年に、 専務取締役となった大田節唱だった。大田は負債を整理し、一部着工されて放置されていた、不設工事を一からやり直し、1913年に、病研線の野せ口駅一の取り栄機関の開業に、こぎつけた。しかし、大田による、独断先行な経営も、また会社を疲弊させ、電力料金の未払いにより、電力会社から送電を止められるという陳事まで、 発生した。1914年、野瀬電機はついに破産宣告を受け、今日、叶う契約により、完済人の下で運営されることになった。再起を図る野瀬電機は、野瀬口駅池田駅前駅間の延長などの経営再検索を実行する一方で、吉川までの路線延長に先駆けて一のとり、吉川間で乗り合い自動車事業を開始、奈良県にも路線を展開したが、 経営不振により3年ほどで同事業から撤退した。このため、吉川までの路線延長は休務となり、会社の増資を図り1923年に一の鳥居駅明剣口駅間を開通させた。また、この過程で、阪神急行電鉄の資本参加を仰ぎ、現在まで続く阪急との関係が成立した。また、直営のバス事業からは撤退したものの、 交通網の拡充や競合の回避などを目的として相次いでバス会社を参加に収めていった。これらの会社は戦中から戦後にかけ他社に統合され消滅している。戦前に一定の増加傾向を見せた病研船の輸送人員は戦後に入ると再び低迷した。様々な旅客誘致策が考案され、その一環として戦前に病研工作鉄道によって設置された。 病犬ケーブルを自社船として1960年に再開業させるがに変更、増収には結びつかなかった。またこの頃から沿線の宅地開発が進められるようになるが、ただグリーンハイツを開発した西部グループにより、乗せ電気の株の買い占めが行われ、これに対抗して、当時の京阪神急行電鉄の出資による増収を行った結果、西部グループの買収防止に成功するとともに、 名実ともに、阪急東方グループの一員になった。1964年には、専務取締役となった村上実のるのもとで、土地経営部門が新設され、時和台などの住宅地を開発して、大きな利益を上げた。路線も、沿線人口の増加に対応して、改良を進めていき、一連の路線規格の向上により、鉄道線は、軌動法から、 地方鉄道法に適用法規が変更された。これにより1978年には社名を野瀬電鉄株式会社に改めた。1980年代には安定した経営状態を示すが、1990年代以降は川西野瀬口駅の連続立体化工事による資本費の増加に加えてバブル崩壊以後の不況による 不動産部門の不振や鉄道部門の乗客数の減少により収支が悪化する。2003年には不動産事業から撤退するとともに、同事業による多額の負債を軽減させるため経営の合理化が行われ、その一環として阪急との運営の一体化が進められた。こうした経営努力により、2012年3月期決算では長年続いていた。 債務超過状態をようやく出した。路線図駅、つとむ機器は交通系、IC カードに対応している。現状では、川西の瀬口駅、平野駅、山下駅を除いて、無人駅であるため、これらの駅の機器は、平野駅と山下駅にある駅つとむ機器機園距離操作センターから制御、管理しているが、これは、乗せ電鉄が1991年に、 いち早く導入したシステムである。運行形態などについては、以下の各項目を参照。妙見線、日清線を鉄道線と総称することもある。また、妙見の森ケーブルを工作線、妙見の森リフトを作動線と称することもある。以下は、ノせ電の関連会社が取得し2000年代からはデザインは変わらないものの、白の背景色に、 緑文字で株の赤線が緑と黄色の帯に変わったタイプも登場したが、すべての駅で更新せず、黄色タイプも併用していた。2014年に大幅に刷新され、白の背景色で緑文字となり、各駅沿線にちなむイラストが描かれ、株が緑一色のものに交換された。なお、2000年代以降、関西施設では、駅名標を更新する際、 従来は、ひらがな表示の方が大きいタイプだったものを、漢字表示の方が大きいタイプに刷新した例が多いが、乗せ電鉄の場合は書体などは一新したものの、ひらがな表示の方が大きいことは踏襲されている。これは、親会社の阪急電鉄同様に、子供にわかりやすくするためで、あえてひらがな表示の方が大きいタイプが引き継がれた。 2016年現在在籍する全車両が阪急電鉄から譲渡された車両である。野瀬電鉄は1953年1954年に登場した車体更新車である50系60型を最後に自社で車両を製造しておらず、完全な申請車となれば1926年に製造された31型まで遡らなければならない。 1995年の昭圧に際しては、60系以来の自社発注車となる阪急、直通対応の新型車両を計画していたが、これも中止している。高架化前の川西の瀬口駅には出発して、すぐに時速15キロ制限の急カーブがあったため、阪急からの移籍車両のほとんどに連結機などの改造が施されており、連結機関の距離が長い車両はその名残となっている。 ただし曲線が半径100メートルに緩和され、ワンマン運転対応に改造された車両は連結機の位置を半球時代に戻した車両もある。1997年11月17日から特急日清エクスプレスとして半球の車両が日清中央まで乗り入れている。6000系を除き、野瀬電鉄の車両は通常半球線内には乗り入れないが全般検査。 重要部検査は、阪急の省略工場で行われるため、その際には、阪急京都線の省略駅まで改装される。列車には、阪急と同様に携帯電話電源オフ車両が設定されていた。また、同じく、全席優先座席を実施し、特定の優先座席を設けていなかったが、阪急での変更に合わせて2007年10月29日に、 全席優先座席を廃止し、優先座席を設定している。なお、2014年7月15日に、携帯電話電源オフ車両は廃止され、優先座席付近では、混雑時は、電源オフとなった。また、阪急6000系のうち6002階が、野瀬電鉄に移籍し2014年8月から特急、日清エクスプレスで運行されているほか、 阪急五千百系五千百三十六回を購入した上で、グループの阪神車両メンテナンスにて二千十四年七月より、野瀬電鉄転用に向けた改造が行われ、二千十五年三月十六日より、野瀬電鉄妙見線、日清線にて運用が開始されている。二千十八年三月十九日には、野瀬電鉄保有車両で、初の VVVF 制御車両となる七千二百系も、 営業運転を開始した。車体塗装、編集のせ電鉄の車両は、半球線に順じて、マルーンで塗られているが、以前は独自の塗装が施されていたことがある。開業時の1型は、青色で塗られており、2013年には1500系に、施された、リバイバル塗装よって再現されている。戦後の1953年に登場した50系、60型はブルート、 クリーム色の出れ立ちで登場し、後退化改造された31型もこれに習ったが、それ以外の車両に波及することはなく、その後しばらくは半急からの譲渡された車両もマルーンのまま使用された。1983年に入選した1500系は、窓周りがクリーム色で塗られて登場し、その後に導入された線系もこれを踏襲した。 1990年に投入された1700系は、希望と躍動をイメージしたオレンジに、沿線の森林をイメージしたグリーンの帯を、薪線頭部に、乗せ電鉄の N をイメージした稲妻型のデザインを入れた姿となり、その後すべての車両が、この塗装に統一された。1993年には、社員から新塗装を募集し、クリーム色を基調にした、様々な塗装が施行されたが、 それらのいずれにも統一されることはなく、最終的には1994年に導入された、宝塚造形芸術大学の坂斎博士、教授によるデザインに統一されることになった。塗装のコンセプトは、乗せ電鉄の基本理念、あなたのそばに、乗せ電に沿った、親しまれやすいカラーリング、沿線各地の背景との調和、街の風景あるいは野山の風景の典型としての、車両色の責任、 公共物としての責任を持てる色彩、オリジナルなカラーリングイメージとし、車体の地色には、クリーミーオーカー、側扉は年を経た木製ドアをイメージした黄みがかった、茶色、バーントオーカーに乗客を迎え入れる、駅員、乗務員の白い手袋をイメージした白い帯を配した。その後、2003年に合理化により、車体の塗装を半球小弱工場で行うことになったため、 のせげのオリジナルカラーは姿を消した。原油車両、編集過去の車両、編集車両数の変遷、編集、乗り入れ車両、編集半球電鉄前形式とも、特急、日清エクスプレスに使用される。すべて開業時に新造した。ケーブルカーについては、1990年代初頭に、現在の色に塗り替えた後、1号車については、微笑み、2号車については、 ときめきと相性がつけられた。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。2017年3月31日までは乗車カードとして、スルッと関西対応の次期プリペイドカード、パストラルカードを各駅券売機で販売していた。2017年4月1日以降は、関西のほとんどの鉄軌道事業者が、西日本旅客鉄道主導の IC カード。 アイコカを導入する中、阪急・阪神・のせ電鉄、北大阪急行電鉄のみで利用可能な時期、プリペイドカード、阪急・阪神・のせ北急レールウェイカードを発売していたが、2019年2月28日で発売を終了し、同年9月30日をもって、レールウェイカードのほか、するっと関西時代から続いていたすべての時期、 プリペイドカードの自動改札機での利用も終了した。なお、発行元は阪急電鉄であった。IC カードは、全駅にてピタパや、アイコカなどの交通系、IC カード全国総合利用対応カードが利用できる。さらに2019年3月1日より、乗せ電鉄においてもプリペイド式 IC 乗車カードのアイコカ、およびアイコカ定期券の発売を開始した。 ただし現状発売されているのは阪急電鉄管理の川西の瀬口駅のみで、野せ電鉄単独の駅では発売されていない。ありがとうございます。